おはようございます。速稼塾の久保です。今日はですね、税金のことについて財務省とそれから税務署の方にね、お問い合わせをしようかと思います。というのがね、先日のことですけども、こんなニュースが出ていたわけなんですよ。国の借金1255兆円で過去最大を更新と。そしてこれは国民一人当たりに直すと、生まれたばかりのちっちゃい子供ね、もう死の直前を迎えている臨終のとこのおじいちゃんおばあちゃんでも、一人当たり1000万円以上の借金があるんだ、どうするんだっていうふうなね、そんな記事が、まあ、散見されたわけですよ。まあ、これについて2つ、ちょっとね、この税の専門家に、いやー、私たちはどう考えればいいんでしょうかってことをね、質問しようかと思います。1つ目は、これ国の借金、そして国民一人当たりという表現ですけども、これいつの日かね、私たちのところに借りてもいない請求書が、俺払えっていうふうに来るんですかと。怖くて怖くて眠れないんですっていうことが一つ。もう一つは、税金を扱うプロとしてね、税務署の方、それから、国税の方、財務省ですね、この状態で税金が足りない、そのたんびに国民に税金を課すっていうことだったら、まあ別に税金の専門家っていらないわけですよね。むしろ、その税金をどういうふうにこねくり回して、国民に負担をかけないように、経済効果を生むのかってことが、こう税金に携わる人たちに求められていると思うんですよね。まあ、この2つについて、どういうふうに思っていらっしゃるのかってことをね、まず聞いてみようかと思います。まあ最初は財務省の方にかけてみようかと思いますね。霞が関03-3581-4111でございます。でも営業は始まっているんで出てくださると思いますけども、ちゃんと答えてくれるかどうかは分かりません。かかりますね。はい、どのぐらいで出てくださるんでしょうか。お忙しいことだと思いますけども。あ、こんにちは、おはようございます。あの、財務省に対してのお問い合わせがこちらだと聞きましたんで電話させてもらってます。はい、どのようなことでしょうか。それがですね、私ね、広島で観光業を携えているんですけども、なりわいにしてるんですけども、まあ、この数年はちょっときつい中ね、やってるんですが、まあ、それでも頑張って税金は滞納しないように払ってるんですが、先日国の借金が1255兆円とかね、一人当たり1000万以上の借金があるんだっていうふうな記事が、なんか何社か新聞やテレビで見たんですね。でこれ定期的に語られるんですけども、これいつの日か私たちに借用書が1000万以上いきなり回ってくるってことなんですか。それを聞きになりたいと思います。そうです、一つはそれです。はい、お願いします。担当の方が出てくださると思いますんでね、今窓口に出てくださった方は、まあ、かなり丁寧な方でございました。聞き取れたかと思うんですけど、いかがでしょうかね。やっぱり職員さんもね、結構板挟みだと思うんですよね。ですんで、嫌な質問とかじゃなくて、感じよくお問い合わせしていこうかと思います。まあこれによってね、現地とってどうこうしようっていうつもりじゃなくて、ほんとこうほのかな疑問だと思うんですよ、こういうのは。まあこの疑問質問に答えてくださる方は、お待たせいたしました。はい、理財局におつなぎいたします。よろしくお願いします。はい、理財局につないでくださるということでございました。あ、どうも、理財局の担当の方でいらっしゃいますか。はい、この度はね、本当につまらない質問かもしれませんけども、2つお問い合わせしたいんですよ。1つがですね、先日メディアにもかなり報じられたんですけど、国の借金ですね。定期的に国の借金が1000兆円超えたとかね、今回1255兆円で、1人当たり1000万以上の借金があることになるんだよっていうふうに記事には書かれていて、で私いつも思うんですけども、これいつの日か借りてもいない借用書が私たち国民一人一人に突きつけられるってことなんでしょうかっていうのが1つ目の質問なんですけども、これはどうなんでしょうか。はい、はい、はい、あ、ない。あ、ということは、理財局の解釈、財務省の考えとしては、別に借用書を国民一人当たりに求めてるわけではなくて、
あくまでも記事を書く人がそういう表現をしてるってことですかね。そうですね、おそらく大体の共感とか、うん、なるほど。でしたらね、この表現はぜひね、誤解を大きく生むんでやめてもらいたいんですけどもね。一人当たり1000万の借金ってこんなこといきなり突きつけられてビビりますよ、普通の国民は。借りてもないんだから。これはなんとかね、表現の自由はあるんですけども、多くの方が影響を受ける記事で、今聞かせてもらうと、その理財局の方もそういう表現があるってのをご存知だと思うんですけど、野放しにしていいのかなと思っちゃうんですけども、これちょっと検討材料の一つに加えていただけませんかね。はい、ここですぐどうこうするっていうのは答えにくいと思いますんで、よろしくお願いします。で、もう一つなんですけども、そんなに時間取らせませんので、ちょっと聞いていただきたいんですけども、税金がね、どん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 重くなっていくのはしょうがないのかなっていうところもありますし、私たちはね、労働者として人生の大半を考えてみたら納税に捧げてきてるんですよ。支払うお金の人生で一番大きいのが、なんかいつの間にか税金になってますんで、で、この納税のためにね、正直借金することもあるんですよ。で、滞納も私経験しました。で、きつかったですよ。滞納してもなかなか待ってくれないんで。で、なんていうんですかね、私ももういい年でですね、50過ぎるわけなんですけども、親の介護のお金もないのに税金は払ってるんですよ。で、なんかすごく悔しい思いがするのが、子供たちも小遣いあげれないんですよ。1000円とか2000円とか。なのに納税にはその数十倍の金額いつもいつも払うわけなんですよね。で、これは私の弱音かもしれませんけども、まあ、なのにまたね、この国民一人当たり1000万以上の借金だとか言われると、もうなんか泣けてくるんですよね。で、重税はもうこれからも増すばかりだなと思いますし、そこでですね、財務省の方、税金のプロとしてですね、ちょっとこれでいいのかなってことなんですよ。つまり国民に負担をかけないように税金をうまく回していくのが、税金のプロたる皆さんの仕事だと思うんですけども、これただ分配してるだけのように見えちゃうんですけども、なんかこう、工夫して国民にこれ以上借金を押し付けないようにするようにとかね、もう逆に減税しようみたいな、なんかね、気骨のある方はいないのかなとか期待するんですけども、これはどうにかならないもんなんですかね。あ、もしもし、ちょっと難しいですかね、今の話は。はい、そうですね、はい、まあ、すいません、個人的に愚痴を言ったと思って受け止めていただいてももう結構です。私も話していくうちになんかね、気が晴れてきましたんで、ただ頑張って払ってはいきますけども、このままだと本当に、今ちょっとお話しましたけども、税金払うために食事を我慢したりとか家賃を滞納するみたいなわけのわかんないことが起きてくるんですよ。これは私だけじゃなくて、多分ほとんどの年収200万300万で暮らしてる方は本当にそうなってると思いますし、滞納も結局払いたいけど食うために払えないっていうところだと思うんですよ。みんな贅沢してるわけじゃないんでね。だから同じその職員さんね、今電話してくださってる方、労働者の一人としてね、税金払うのきついんですよ結構。で、岸田総理も、私広島なんでね、いろいろとお願いしたんですけども、逆になんか増税しようみたいなこと言い出したんで困っちゃってるんでね。なんか税金のことみんな悩んでるんだなと受け止めていただければ、今日のところは十分でございます。ありがとうございます、話聞いていただきまして。はい、じゃあもう今日は回答はなしでももうしょうがないなというところで電話させてもらいました。時間取らせました、すいません。はい、ありがとうございます。どうも。というところでね、予想通りですけども、その窓口の人では、私が責任者ですって言って電話代わってもらっても、ちょっとね、各部局で考えてますんでぐらいのことしか言えないんですよね。要するに、こう、煙に巻くってやつなんですよね。で、いろんな質問しても、それは私、答える立場にありませんとか、それからね、それは答える部門が別にありますとか言って、結局この質問をする方が根負けしてね、もういっかってなるのを待ってるのと、あと、すぐには答えができませんっていうふうにね、結局言われちゃうんですよね。それはしょうがないですよね。窓口の方に。全権が掌握されてるわけではありませんし、細かい事情をご存知なわけじゃないですからね。ただなんでね、こういう電話をするかっていうと、国民一人一人の苦しさとか不満とか悩みってのを私のところに挙げてもしょうがないんですよ。ね。こう、各税金のことだったら財務省、それから地域のね、
税務署とかに相談してほしいんですよ。相談もせずに不払いとかね、相談もせずになんかねこう思い詰めたことをするとかっていうのじゃなくって、やっぱりこうお金っていうのは誰かに支払うわけじゃないですか、税金でも何でも。で支払えないなと思ったら黙って滞納するんじゃなくって、苦しさを訴えることによってやっぱり動いていくところがあると思いますんでね、その辺をちょっとねお伝えしたくって今回の電話にさせてもらいました。はい、では今回は以上です。またね今度はね税務署の方に同じ質問してみようかと思います。